あ、ちょっと今から叫びます。石の塔に閉じ込められちゃったよー。まあ、自分から閉じ込められたのか。閉じ込められたじゃなくて閉じこもったじゃないか。そんなわけで今回はこの石の塔から脱出していくよ。暗号か？シンク、考えるって意味な。うわぁ？人の顔見てその反応はひどいよね。で、何を考えるって言うんだ？シュルカーの中には何も入ってない。あのはしごの場所にどうにかしていくには、シュルカーを使った方法やで。シュルカーマスターのアベルさんに任せておきなさいって。ふふ、自分の情けなさに笑いが出たか？いや、はしごに直接じゃなくて、そこの半ブロックじゃない？いや、そんなの最初からわかってましたし、これでまずは最初のレベル突破。てか、ここから脱出するのが目的なんだよね。もちろんそうだけど、なのに上に登るのっておかしくない？普通は下にある扉から脱出するやで。どうして上を目指すのか、それは至極当然のこと。人は誰だって高みに行きたいだろ？ごめん、こいつに聞いたのが間違いだった。そもそも考えが違ったやで。普通にシュルカーを設置して登ればいいだけ？ここはシュルカーを駆使して脱出するマップなのか？シュルカー便利だな。お前のおかげで俺はまだ先に行けそうだ。で、ここは一体、シンクって書かれた看板がいっぱいあるわね。何をそんなに考えろっていうの？考えろ考えるんだアベル。脳内がショートするまで考えろ。プッシュー。アベルの脳内がショートしたやで。今の感触は？もしかしてそこにあるのって？なるほど、そういうことね。不自然な影の正体は君だったのか。それでは上の階へ。アベル？でへへへ、お恥ずかしいところをお見せしやした。それでは上の階へ参りまー。はぁ、シクシクシク。お待たせしてすみません。何時間待ったと思ってるのよ。そんなには待ってないよね。ふむ、醸造台を使う感じなのか。ポーションを使って上の階に行く、となると、ジャンプ力のポーションとかかな？多分上の半ブロックに乗るんやで。ほほう、ポーションの素材は大量に用意してくれてると。あれ？でも、ジャンプ力のポーションって、確かウサギの足が素材だったよね。ジャンプ力じゃない？だとしても、他に作れる素材がないのよね。てかこのボタンなーに？あ、まさか、そんなのってあんまりやで。でも、だけど、他に方法は。ですよ。ええ？皆さんのためになるなら、いいですよ。この先へ進むため、私がお役に立てるなら、全然構いません。いやむしろ逆に殺しにくくなっちゃうんだけど。こんなけなげでいい子を殺せるわけないじゃない？あまりにも残酷な決断やで。アベル、どうするの？ごめん、みんな、俺はこの子のためにも、この先へ進むよ。残忍な人と言われようと、俺は。ああ？え、あれ、ウサギの足は？あ、ドロップしなかった。俺が求めてるのはウサギの足なんだよ。二匹目は躊躇のかけらもなかったやで。これがこいつという人間なのよ。進行上仕方のないことだもん。そんなわけで、ウサギさんの力を借りてジャンプ力のポーションが完成。あの子の命は無駄にはしないからね。いや、最初に喋ってた方はポーションになってないのか。まあ、そういうことになるね。やめてくれ、回路を使ったステージはやめてくれ。回路って言っても、ピストンを使ってるだけじゃない？うまく足場にして上に行くだけだよ。今や小学校の勉強でも使われてるレッドストーン回路。小学生にできるならアベルさんにできないわけはないよな。そうよね、小学生には負けてないって思いたいんだよね。でも、現実は。はは、何が言いたいんですか？おん、なんだこのアイテムたちは。このアイテムを使ってクラフトしろって書いてたけど、さっぱりわからん。そんなクラフトに困った時は、クラフトガイドに頼れば一発解決です。え、ピンクのコンクリートパウダー。待って、この素材でコンクリートパウダーが作れたの？そんな嘘でしょ、マイクラ三新アップデートですか？ 1.12 から追加されてるやで、ふざけてるのかやで。お前たちはもっとマイクラの知識を。よし、コンクリパウダーとサガンとレッドストーンブロック。これをチェストに入れたらいいのね。いや、何の関係性があるのかわかんないけど。あ、足場に変化を遂げたみたいです。お前たちのおかげで俺はさらなる高みへ行けるんだ。本当にこの石の塔に終わりはあるんだよね。無限に続いてるとか言わないでよ。まあ、確かに、塔の高さを見たわけじゃないからな。もしかしたら終わりのない塔を登り続けてるんじゃ。あ、そうだ、この後私行かなきゃいけない用事があるんだった。いや明らかに嘘だよね。一人だけ逃げようだなんて許さないからな。なんでだよ。いや、丸石を積み上げるだけ？丸石を積み上げるだけの簡単な作業です。別にここで詰まる要素はなさそうやで。まあ、全体的にサクサクいけるレベルではあるね。あ、ここでも丸石が使える？おいおい、全部使ってたら普通に積んでましたやん。セーブとかないから1からやり直しだぞ、こわ。え、何も置かれてないよ。看板が一つ、ポツンと、スーインハーデイ。もっとよく考えて、いや、何をよく考えろっていうのよ。今までのパズルマップの経験を思い出すんだ、アベル。なんか被ってるー。あんた、丸石何
なんて被って何してるのよ。いや、アベルさんも今気づいたと言いますか。似合ってる？え、思った以上に似合ってるよ。マジ？これならあんたの顔を直視しても吐きそうにないよ。思わぬメリットが見つかったやで。丸石の中が大洪水になってます。んじゃ、こいつを使って登りますか。めちゃ丸石使って上に登ってくな。いや、四つも丸石を被ってたの？被ってたと言いますか、アホ毛に刺さってたと言いますか。だからなんて書いてんだよ、やんのか。読めないからって切れるなや。次はこのブロックを使って何かをするのか。でも、これだけじゃ何もできないや。なんて、怖い怖い。なんで急にどっから現れた？どういうことなんだよ。まあでも、次に進めるようになったんでね。それでは上へ参りまーす。お、え、外が見えてるよ。もしかして頂上にたどり着いたのでは？でも、このマップの目的はここから脱出することやで。ふむ、上にはまだ階が続いてる。まさかのここからアスレチックスタートですか？マジかよ、パズルマップじゃなかったのかよ。しかもこの高さ、足を滑らせたら、下でぐちゃぐちゃになったアベルが発見されるやで。ははははは、スリルがあってこそやる気が燃え上がるってもんですよ。そっか、ぐちゃぐちゃになってもあんたにとってはご褒美だったね。違うよ。しかし、この程度だったらサクッといけそう。この塔から脱出することが目的って言ってたけど、本当は頂上に行くことだったんじゃない？いやー、脱出って書いてあったんだけどね。頂上に行けばきっと答えが見つかるはずやで。まあ、そうだな。今まで培ってきたアスレ力でパパッと登っちゃいますかね。うわー、アベルが映せないレベルでぐっちゃぐちゃになったやでー。手がプルプルシュル。あとちょっとだから頑張って、あとはそこに飛び移れば。うおー。で、これで終わりだなんて言わないよね。あ、チェストだよ、チェストがあるよ。そこにこの塔の真実が隠されてるのか。それではおーおーペン。ポーション。耐性のポーションが入ってるやで。え、これ飲んで飛び降りろってこと？石の塔からの脱出方法ってそんなご利用しなの？エリトラとかではなく、耐性のポーションなんだ。それじゃアベル、飛び降りなよ。人ごとだからってひどすぎるぜ、まったく。それでは、いただきます。ぐわぁ？どうしたの？もしかしてポーションの効果が強すぎて体に異常が。いや、別にそんなことはないね。ないのかよ。本当にこの高さから飛び降りて無事なのかは不安なところやで。そんな不安が残る中、アベルは飛び降りた。アベシ。いや、そんなところで止まるなよ。でも、全くダメージ受けなかったね。うむ、驚くほどに痛みがないよ。あとはこの一本道を走るだけ。よかった、なんとか無事に石の塔から脱出できたね。でも、この道はどこに続いてるやで？そりゃあ、アベルさんたちが元いた場所に続いてるんだよ。ほら見えてきた。わざわざこんな長い道にしなくてもよかったのに。ゴールイーン。なんでよ、石の塔からは脱出したはずでしょ。なんでまた石の塔にいるのよ。石の塔が終われば石の塔が始まる。そういうことだったんだ。ここから出ることはできないんやで。といったところな感じのところで、のし。